厚別ふれあいホットステーション。この番組は厚別区役所の提供でお送りいたします。厚別ふれあいホットステーションのコーナーです。毎週水曜日午前10時45分から放送する厚別区役所の広報ラジオ番組です。この番組では厚別区からの情報、お知らせはもちろん、これからの厚別区の街づくりをラジオの前の皆さんとご一緒に考える番組です。それでは本日のゲストをご紹介します。自己紹介お願いします。はい、厚別区保健福祉部健康子ども課管理栄養士の加藤と申します。よろしくお願いいたします。はい、加藤さんよろしくお願いします。で、今日はどんな紹介をしていただけるのでしょうか。はい、今日は厚別区の食育というテーマで牛乳乳製品を摂取することの大切さを紹介しに参りました。はい、牛乳や乳製品ね、体にいいということはもう私は小さい頃から刷り込まれているというか、小さい時から牛乳飲んだりヨーグルト食べたりとかいうことはしてきてますし、子どもたちにも食べさせたり飲ませたりっていうことをしてきてるんですけども、良いところってどういうところがいいのかって、具体的にってちょっと説明してもらわないと私もわからないので、教えてもらってもいいですか。はい、まずはやっぱりその美味しいところですよね。確かに、はい、美味しいですよね。牛乳 の、はい、ほんのり甘くて、滑らかな質感といいますか、はい、それがそのまま飲んでも美味しく、料理に入れてもコクが出て美味しくなりますよね。そうですね、牛乳って本当いろんなメーカーさんというか牧場から出していて、はい、なんか選ぶ楽しさも私はあるなと思ってて、よく聞き牛乳っていうのをうちはやっていて、聞き酒ならぬ今日はどこの牛乳でしょうとか面白いですね。はい、やったりして、ちょっとこの牛乳ちょっとさらっとしてて飲みやすいわとか、はい、この牛乳ちょっとヨーグルトみたいに濃いとか、結構子どもたち楽しみながら飲んだりしてるんですけれども、はい、体に美味しいというのももちろんですし、体にねいいというのもきっとあると思うんですけどね、今その若い方で牛乳や乳製品ちょっと苦手かなっていう方もね増えてるってこと聞くんですよね。そうですね。どうですか。はい、令和4年度の札幌市の健康栄養調査というものがありまして、その調査の中では札幌市民の6割以上がカルシウムが不足しているという結果が出ておりまして、6割、結構もう半分以上の方がカルシウム不足、はい、そうなんですね。ですので多くの方にもっと牛乳乳製品はカルシウムが多く含まれておりますので、もっと日頃に牛乳乳製品など、そのようなものからカルシウムを取ってほしいなと感じております。カルシウムが不足するとちょっとこう怒りっぽくなったりとかっていうことはよくあるので、私がカリカリしてるとちょっとカルシウム不足じゃないですかとか言われることもあるんですけどカルシウム不足になると体にとってはなんかこう何かの原因になったりすることってあるんですよね、きっと。はい、そうですね。例えば骨粗しょう症の原因になったりですとか、はい、骨折の原因となることがあるので注意が必要です。特に若い方だとこう激しく運動したりとか、はい、される機会もきっと多いと思いますので、やっぱりカルシウムをしっかりとって、はい、骨折にならないようなこう骨を育ててあげるということが大事になってきますよね。そうですね。そして骨の量が最大となるのは、実は20歳頃までということをご存知でしたでしょうか。いや、知らなかったですね。実はそうなんです、20歳頃までなので、給食でも牛乳が食べたりっていうのがあると思うんですが、骨が成長する20歳頃までに、特に十分な量のカルシウムを摂取することが大事になってきます。じゃあお子様から10代の学生さんまで、今こうカルシウムをしっかり摂取する時期だよっていうことですね。そうですね。そのために気軽に摂取できる、アイテムとして牛乳とか乳製品はすごく身近にありますし、はい、摂取しやすいものということになりますよね。そうですね。はい、はい、牛乳はねカルシウムを効果的にね取ることができると思うんですけれども、その牛乳乳製品の大切さ、
もうしっかり今教えていただきました、はい、効率的に摂取するにはこの具体的にはどんなことをしたらいいんでしょうか。はい、はい、まずはですね、はい、カルシウム先ほどもお話ししたんですが、はい、牛乳乳製品はカルシウム量が多くてですね、うん、それから吸収率も高いのでやっぱりカルシウムを効率的に摂るには牛乳乳製品を日々摂るのがおすすめです。そうなんですね、はい、ちなみに牛乳や乳製品以外にもカルシウムが多く含まれている食品というのはあるんですけれども、うん、でも牛乳がやっぱりおすすめ。あ、そうですね、例えば、うん、他の食材ですと小松菜だったり、はい、ひじき、木綿豆腐、しらすなどがあるんですが、はい、まあ、この食材もカルシウム量は多いんですけれども一度に摂る量で比較してみると、うん、牛乳の方がカルシウム量が非常に多くて効率的にカルシウムを摂ることができるので、うん、おすすめですね。まあ、食べるというよりは飲むものなので、はい、こうスッと、まあ、喉が渇いた時とかに手軽に飲めるというのもね、確かにそうですよね。そして吸収率が高いというのも高いポイントになっています、はいはい、で牛乳の良さというのをね今加藤さんからお話を聞いて改めて実感できました。ですがやっぱり食事ってカルシウムだけではなくていろいろなねさまざまな栄養素をバランスよく取りましょうということが大事になってくると思うんですけれども、はいはい、そうですね、まずは基本的にはバランスのいい食事ということで主食、主菜、副菜を揃えるのが大切と言われています、うん、主食というのは主に体のエネルギーとなる炭水化物が、はい、主材料のものが主食で主菜がタンパク質お肉とかお魚ですね、はい、が主な材料となるもので副菜はビタミンミネラルの野菜のお料理だったり、うんうん、そのようなものを副菜というんですがこの主食主菜副菜を毎食揃えるというのに加えて、まあ、毎食ではなくていいんですが一日のどこかに牛乳乳製品とそれから果物を摂ることで理想的な一日の栄養素を摂ることができると言われています。まあ、3食、ね、しっかり主食と主菜と副菜っていうのはお仕事されてたりすると結構難しかったりするんですけれども、そういった場合お昼ちょっと忙しくて、はい、牛乳と、はい、まあ、ちょっとサンドイッチみたいな感じでもう大丈夫なんですかね、はいはい、バランス的に一日の。そうですね、牛乳を摂ると言ったらそういうふうに簡単な手頃な牛乳を摂ったりということで、はい、カルシウムの面ではとてもいいと思います、はい、あとはですね、まあ、サンドイッチの具の中身などにもよるんですが、はい、まあ、例えばサンドイッチの中身がカツだったりとかお肉が中心のものであれば、うんうん、と野菜にサラダをつけるだとかすることでこう主菜副菜主食主菜副菜のバランスが揃えられるかなと思います。はい、でそういったこうバランスよく上手に摂取する方法っていうのが他にもあるんですよね。あ、そうですね、はい、とカルシウムを手ごろに摂れるっていう方法なんですが、例えば、まあ、先ほど今言っていただいたんですがコップ一杯の牛乳を飲むっていうのはまず簡単にカルシウムを摂取できる方法かなって思います、はい、うん、あとはヨーグルトも手頃に食べられておすすめで、はい、ヨーグルトは乳酸菌も豊富で腸内環境も整える作用があるのでオリゴ糖とかも混ぜて食べるとさらに腸活の効果があります、うん、はい、またチーズは牛乳の栄養成分が凝縮されているので小腹が空いた時にも食べてみるのがおすすめです、はいはい、ヨーグルトもチーズも手軽に食べられるものですもんね。おやつ感覚でちょっと小腹が空いたなっていう時に摂取しやすいものになるかなと思いますけど、牛乳をそのままちょっと飲むのが苦手な方は、はい、まあ、ヨーグルトとかチーズとかを利用したりとか、はい、牛乳にちょっとこう何ですかね、コーヒー牛乳みたいにしたりとか、はい、いちご味にしたりとかそういうのでも大丈夫ですか。いいですね、はい、そうですね、うん、そのものの味がちょっと苦手な方はそうやって工夫しながら牛乳をこう摂取できるようにしていただくと、はい、カルシウムが増えて
いいですよね。そうですね、はい、あとはご飯を炊くときに、はい、スキムミルクを 1,2 杯追加するっていうだけでも、うん、いつもの食事にカルシウムをプラスすることができるので、うん、はい、こちらもちょっとおすすめですね。ご飯に？あ、そうなんですよ。これはわすごい、どん味する味変わらないですか？あ、そこまで。そうですね、はい、なんか牛乳が苦手っていう方でも、はい、ちょっとプラスするだけでそこまで味は気にならずに、はい、そうですか。そうなんですね。ちょっとびっくりしました。なんか牛乳がゆとかそういうのは聞いたことあるんですけど、炊くときに入れるのは初めて聞いたので、あ、でも気にならないんだったらちょっとこうこっそり入れて子供たちにこう、はい、分からないようにするか苦手な人がいたらね、いいかもしれないですね。はい、そして、今月号の6月号の広報札幌の紙面、皆さんのお宅にも配られているものですけども、牛乳を使ったレシピ、ミルクレシピというのが紹介されていますけれども、こちらご紹介していただけますか？はい、今日紹介するのは、はい、ミルクブタ汁というレシピで、はい、ブタ汁に牛乳を入れたレシピになっております。うーん、はい、なんか急におしゃれな感じに見えますよね。、はい、このちょっと意外な組み合わせなんですけども、はい、味がまろやかになって美味しいですし、それから減塩のも期待できまして、はい、普通の豚汁の半分ぐらいの塩分の量で美味しく召し上がることができます。へえ、よく豆乳鍋とかね、はよくあるんですけど、こう牛乳を入れても、うん、美味しく食べられるっていうなると、やっぱ栄養もあって、はい、美味しいっていうのであればちょっとチャレンジしてみたいですね。見た目シチューみたいな感じですけど、す、ね、はい、味もちょっとそんな感じになるですか？あ、そうですね、ちょっと、うん、シチューのような洋風の感じもありつつ、はい、でも味噌も入ってるので、ちょっと和っぽい感じもあるような。そうですね、そうですよね、味噌と牛乳って合いそうな感じしますね。そうですね、意外にも。うん、はい、そしてもう一品ありますよね。はい、あ、はい、もう一品候補で紹介されているんですが、抹茶白玉団子というものも、うん、美味しそう、はい、はい、うん、こちらもで、こちらのレシピが、厚別区の、健康な街づくりを推進している食のボランティアさん、食生活改善推進委員さんという方が、はい、作成してくださったレシピになっています。はい、じゃあしっかり栄養も美味しさも追求して考案されたレシピなんですよね。はい、はいはい、そうですね。うん、写真が載ってますけどすごく美味しそうです。あ、はい、はい、ミルクきなこかけ、はい、ですね、きなこもかかってますし、はい、抹茶を入れるんですね。そうです、白玉にこう混ぜて入れる感じですね。なんか甘くなって美味しい感じします。美味しそうな感じがしますね。はい、じゃあミルク豚汁とデザートに抹茶白玉団子というメニューでね、はい、もうしっかりとカルシウム不足を補えるんじゃないでしょうか。はい、はい、詳しくは、6月の広報札幌に載っておりますので、こちらねチェックしてみてください。はい、そして加藤さん、他にもイベントなどもあるということですけれども、こちら教えてもらえますか？はい、6月は食育月間です。で、厚別区役所では6月12日から30日まで厚別区役所の1階にて食育パネル展というものを開催しております。はい、で、朝食を上手にとるためのコツや厚別区内の保育園や学校での食育の取り組みを紹介しています。子どもたちの野菜を育てる様子や収穫した野菜を美味しそうに食べている可愛らしい姿がパネル展にて見られますので、ぜひお立ち寄りください。はい、パネル展でも詳しく栄養のこととか教えていただけるということですよね。はい、はい、いや本当にこう栄養バランスを考えながら何かをこう料理を作るのって、ちょっとこう私たちのお母さん的には毎日大変なんですけど、ちょっと今週今日ちょっとさばりたいなみたいな時に、今日はちょっと牛乳多めに飲んでとか、なんかちょっと味噌汁に牛乳入れてみようかなっていう風に手軽に、はい、毎日の食事に取り入れられそうな気がしてきました。はい、ありがとうございます。はい、あとはね、なんか細かく広報の方にもね、手軽にプラスするやり方あるよってことで、イラスト付きで解説もされてますのでね、こちらもぜひね見ていただいて、は
はい、取り入れてもらえるといいかな。一つご紹介すると、あのおにぎりにチーズとカカオを混ぜてチーズおかかにすると、私これ大好きなんです、はい、美味しいですよね、チーズおかか。あのただのおかかが物足りなくなるぐらい、あの私は好きなんですけどもチーズをね細かく刻んで美味しく食べられますので、私はおすすめしておりますはい、ということで最後にですね、ラジオを聞きの皆さんへ加藤さんからメッセージをお願いしたいと思います。はい、本日は牛乳乳製品についてお話しさせていただきました。ぜひ毎日食事のどこかに牛乳や乳製品をプラスして丈夫な骨を作っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん今日から牛乳乳製品しっかり摂取してカルシウム不足を防いでいきましょう、特に若い方。さあ本日は、厚別区の食育というテーマで、牛乳乳製品を摂取することの大切さを厚別区保健福祉部健康子ども課の加藤さんにお話しいただきました。加藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。厚別ふれあいホットステーション、この番組は厚別区役所の提供でお送りしました。